こんにちは、翔太です。今日もグラクラやっていきます。今日はですね、魔獣グルーム来たんでやっていきたいと思います。エクストリームですね。で、まあ必殺飯食べてやっていこうかなと思います。まあなくてもいいかな、って感じですね。で、まあここはですね、特にないんですけど、まあ長引けば長引くほどめんどくさいって感じなんで、まあそこを終わらせてあげましょうという感じです。はい。で、まあ今回サリエル入れてて、まあサリエルの必殺フェーズ2でぶち込んで終わりみたいな感じでやりたいと思います。なんで、まあ一応必殺飯食べたんですけど、まあサリエルの札来てくれればまあいいのかなって感じですね。で、ここですね、この攻撃で削り切りたいんだけど、削り切れる？微妙あれ、2ターンで終わらせる予定だったんですけど、削りきれなかったんで、だから、あれか、攻撃飯とか食っといた方が良かったか。そうすれば多分2ターンでいけるかなって感じですね。まあこれちょっとミスっちゃったけど、まあ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 、必殺飯食べちゃってたんでね。で、まあこれで、サリルの必殺貯めて、まあこのターン終わらせて、で、次のターンで、まあ必殺ぶっして終わりみたいな感じですね。まあこれでサクサクやれるかなっていう感じですね。はい。で、ここでフェーズ2で、まあ、必殺溜まったんで必殺でジジーって感じですね。はい、こんな感じで、まあ、サクッとまあいけるかなというところですね。はい。うん、まあ全然難しくはないんで、まあ、サクサク進めていきましょうという感じです。はい。で、報酬がね、まあ美味しいっちゃ美味しいのかな。まあ15回クリアするとダイヤゲットできる5個なんでね、美味しいですね。で、あとなんかいろいろスペシャルカード、アーティファクトカードとかもあるんでね、まあ、ぜひやってみてくださいという感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。